九里亜蓮は、鳥取県米子市生まれのプロ野球選手。右投右打。広島東洋カープ所属。米子市で出生後に、小学校2年生で野球を始めた。小学3年生で父と一緒に渡米した。現地の硬式野球チームでは内野手を務めたが、家庭の事情から1年で帰国。中学校を卒業するまで、米子市立東山中学校3年生の時に、地元の少年野球チーム、米子ビクターズのエースとして、岡山県内で開かれた全国大会に出場。その縁で、同県にある岡山理科大学附属高等学校へ進学した。亜細亜大学への進学後は、東都大学リーグの公式戦で、通算19勝5敗、防御率 1.60 を記録。4年生の秋季リーグ戦では、チームを33年ぶりの優勝に導くとともに、MVP、最優秀投手賞、ベストナインの3冠を受賞した。さらに、4年生の時に出場した、明治神宮大会では、いずれも先発で3試合に登板。18回3分の1を投げて、1失点、23奪三振という内容で、チームに7年ぶりの優勝をもたらした。高校、大学の1学年先輩に、高田智樹、1学年後輩に、薮田和樹、山崎康明がいる。2013年のドラフト会議にて、広島東洋カープから2巡目で指名を受けて入団。背番号は12。会議当日に TBS 系列で放送されたドラフト緊急性特番。お母さんがありがとうでは、指名に至るまでの反省を本人及び家族へのインタビューや再現映像を交えながら紹介した。入団会見にはアメリカからの帰国後にキュウリを育てた祖母や実母、実米のセリナも姿を見せていた。2017年11月9日、日南市。天福球場にて2014年、一巡目指名で入団した同年齢の大瀬良大地と共に開幕から先発ローテーションの一角に起用。広島において2名の新人投手が入団初年度の開幕からローテーションを担うのは初めてであった。開幕2戦目の3月29日の対中日ドラゴンズ戦で初登板初先発を果たすと6回1失点と好投。この年の新人投手で公式戦一番乗りの勝利を挙げた。広島の新人投手が開幕2戦目以内の試合に先発登板で勝利投手となったのは、1951年開幕戦の杉浦龍太郎、1952年開幕戦の大田垣義雄に続き球団史上3人目、実に62年ぶりの快挙であった。5月13日の対阪神タイガース戦では、凱旋登板を果たした。しかし、打線の援護に恵まれない、また中継ぎ投手に勝ち星を消されるなどの不運も相次ぎ、結果的に20試合の登板でわずか2勝に終わった。2015年、クリス・ジョンソン、黒田博樹の加入もあり、登板機会に恵まれず、7試合の登板に終わる。2016年、ロングリリーフ、ローテーションの谷間の先発として、自己最多の27試合に登板し、チームの25年ぶりのリーグ優勝に貢献した。12月21日、4月に一般女性と結婚していたことを発表した。2017年、前年現役を引退した黒田の穴を埋める存在として期待され、2014年以来の開幕ローテーション入りを果たした。しかし薮田和樹、中村優太の台頭もあり、シーズン中盤からは、ロングリリーフに配置転換された。最終的には9勝を挙げるなど、自己最高の成績を残し、チームの37年ぶりのリーグ連覇に貢献した。投球フォーム2013年11月17日、明治神宮野球場にて2018年、開幕は前年から引き続き中継ぎで迎えたが、薮田和樹の不振を背景に先発ローテーションに復帰。6月17日の対福岡ソフトバンクホークス戦で9回6安打無四球4失点の投球で初完投勝利を記録。広島が優勝マジックを1として迎えた9月26日、2位の東京ヤクルトスワローズとの直接対決に先発し8回2安打無失点で8勝目を挙げ、チームは球団史上初のリーグ3連覇を決めた。読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズファイナルステージではアドバンテージを含む3勝0敗で迎えた第3戦に先発し、5回2、3を3安打1失点で勝利投手となり、チームは2年ぶりとなる日本シリーズ出場を決めた。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも第3戦でシリーズ初登板先発を果たすが、4回1、3を3安打4失点で敗戦投手となった。2019年6月25日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で9回を3安打無四球、無失点で自身初となる完封勝利を挙げた。2020年は開幕から先発ローテーションを任された。開幕直後は調子が上がらず失点が多い試合も多々あったが、夏場以降は安定感を取り戻し最終的に自身初の規定投球回を達成。防御率 2.96 と安定したピッチングを見せた。年末の契約更改では前年度から1500万円増の8700万円で契約更改し、背番号が12から11に変更されることが発表された。2021年は開幕から先発ローテの一角としてフル回転。5月19日の読売ジャイアンツ戦ではシーズン初の無四球完投でリーグトップタイの5勝目を挙げた。5月23日に新型コロナウイルスの陽性判定を受けたことが球団から発表され、5月24日に感染拡大防止特例2021の対象選手として出場選手登録を抹消された。長身からオーバースローで投げ下ろす、最速時速 150km のストレートに、スライダー、カットボール、ナックルカーブ、チェンジアップ、フォーク、ツーシームと多彩な変化球が持ち味。アメリカ人の父親と日本人の母親との間に生まれたハーフである。ありがとうございます。